はいどうもゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私よくいろんな種類のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー性能測定してみたりして結構な数持ってるんですけど、一つ悩みがあるんですね。そう、メーカーや容量がバラバラなので並列接続して1個の大きなバッテリーとして扱うことができないっていうとこですね。各メーカーの取説を見ても必ず同じメーカーの同じ容量で同時期に買ったものを並列接続してくださいよってなってるんですね。ただ私みたいにいろんなメーカーのやつ買ってるよとか、もともと使ってたやつがあるけども容量増やしたくて増設したいっていう場合には困ったことになるんですね。というわけで今回はメーカーも容量も劣化具合も全然違うバッテリーをごちゃ混ぜに接続して1台の大きなバッテリーとして使うっていう裏技みたいなやつを考えましたので、その原理の紹介と本当にそんなことが可能なのかどうか実機を作って実験してみたいと思います。で、今回接続するいろんな機器や測定に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。いや、やっぱり一度に大量にバッテリー買わないといけないってなるとお金かかるので、後から予算と状況に応じて増設できるっていう風になるといいですね。ではどんな機器を使うのかと言いますと、これ5極リレーですね。で、使用は 12V で 250A まで OK っていうことなので、約 3000W まで流せるっていうやつですね。ではどんな風に動くのか試してみましょう。で、使うのはこれ安定化電源です。で、これ何かと言いますと、好きな電圧や電流を安定して流すことができるっていう装置ですね。こうやってつまみを回すと出力したい電圧を調整することができます。で、5極リレー、このでっかいネジが3つ出てるところがメインの配線がつながるとこなんですけども、何もしてないと右上と左下が通電してるって状態ですね。左上は通電してないです。で、ここのコンセントみたいになっているところを先ほどの安定化電源に接続して電源をオンにして 12V を流します。するとどうなるかと言いますと、さっきまでは左下と右上が通電してたんですけど、そこが切れて今度は右上と左上が通電するって形になりましたね。というわけでこいつ何をする装置かと言いますと、制御する端子に 12V を流すとメインの電気経路を切り替えることができるっていう装置ですね。一つ目に使う装置はこれです。で、さっきここに 12V 流しますよって言ったんですけども、ここに電気を流す流さないを判断する装置が必要になるんですね。で、ここに使う装置がこれ低電圧保護モジュールっていうやつですね。で、こいつ何かと言いますと、設定した電圧以下になるとオフになって、設定した電圧以上になるとオンに復帰するっていう装置ですね。このオフになる電圧とオンに復帰する電圧が個別に設定できるイコールなんとなくヒステリシスを持ってるっていうのがミソなんですね。ちなみに左側が出力、右側が監視する入力になってます。で、出力されているときはこの上の赤い LED が光るようになっているのですぐに分かりますね。では、こいつもどういう挙動を示すか実際に電気を流して実験してみたいと思います。まずは付属の配線を取り付けますかね。はい、接続が終わったら電気を流してまずは設定ですね。で、今機器の方 12.1V ってなってますけども、これが今入力されている電圧、安定化電源の方の電圧とほぼ同じですね。で、設定方法はプラスボタンを長押しすると電源をオフにする方の電圧を設定できますと書いてるので、あれ、この表記明らかになんか電圧の設定っぽくない表記になってるな。なんじゃこりゃ。はい、いろいろ試したり調べたりしてみた結果、長押しではなくダブルクリックが正解っぽいです。
ではダブルクリックをすると設定モードに入りますので、プラスとマイナスで任意の電圧を設定します。では 11V 下回ったらオフになるっていう風に設定します。で今度は復帰する電圧なんですけど、これも製品説明間違っていて、右のマイナスボタンをダブルクリックすることで設定モードに入れます。でここも設定方法に癖があって、復帰させたい電圧を入力するんじゃなくて、さっき設定したオフになる電圧から何ボルト上になると復帰するっていうような設定方法になります。というわけで今プラス 2.6 ボルトって設定したので、 13.7 ボルトになるとオンに復帰するっていう設定になりましたね。ではちゃんとそういう風に動くのか、安定化電源の方の電圧を変化させてやってみたいと思います。で今電源オフの状態ですけど、ちょっとずつ上げていくと、はい、若干ずれてますけども 13.6 ボルトで、はい、電源がオンになりましたね。で今度は電圧を下げていくんですけども、はい、どんどん下げていって、電圧が 11 ボルトを下回ったところで、はい、電気が消えましたね。というわけで好きな電圧で電源のオンオフが制御できるっていうことが分かりましたね。ちなみにプラスボタン長押しで設定できるのは入力電圧と表示されている電圧の補正ですね。で今 0.1 ボルトの差分があるので、こっちの方の電圧をマイナス 0.1 ボルトですよっていうふうに設定すると、はい、これで表示電圧と安定化電源の電圧がぴったり一致しましたね。しかしこいつ安いのはいいんですけど、癖のある設定方法だな。はい、ではどうやって2つのバッテリーを1つのバッテリーと同じように使うように接続するかと言いますと、はい、こんな感じで接続します。まず電気を使うインバーターですね。インバーターから線が出ていって切り替え機を通ってバッテリー1とバッテリー2につながっています。でその切り替え機を制御するのが先ほどの電圧を監視する低電圧保護モジュールですね。でこの例では 14.3 ボルト以上になるとオンに復帰、 10.9 ボルト以下になるとオフになるっていう風な設定にしておきます。では電源を使うとき放電時なんですけども、はい、インバーターの電源をオンにして電気を使い始めると、まずバッテリー1の方から電気が使われていきます。でこいつまだ満タンに近いので、だいたい 13V ぐらい入ってるっていう設定ですね。でこの時切り替え機が下につながっていて、こういうルートでインバーターから使われます。でこの時ですね、電圧を監視しているんですけども、で一発目接続した時ってこれオンになっててもオフになっててもどっちでも OK な状態になってるので、最初の1回だけはですね手動でオンにしておきます。でこの状態でまずバッテリー1から電気が使われるっていうような状況になってます。でこの状態で、はい、バッテリー1を使っていくとどんどんなくなって、電圧が 10.9 ボルトに下がりましたよと。そうするとですね、こっち流れている電圧ももちろん下がって、はい、この監視している電圧もですね 10.9 ボルトになりましたと。そうするとですね、はい、こいつが制御信号をオフにします。でオフになると切り替え機が今度は上にガチャンと切り替わってですね、次はバッテリー2の方から電気が流れるような形になります。はい、でこの時ですね、もちろんインバーターに流れる電圧も 13V に復帰して、電圧監視の方も 13V が観測されるんですけども、こいつは 14.3 ボルト以上にならないと制御信号をオンに戻さないっていうような設定なので、 13V が来てもこいつはまだ動きません。でこの状態でバッテリー2からずっと電気を使い続けると、はい、もちろんバッテリー2の方も空っぽになって 10.9 ボルトまで下がりましたよと。そうするとまあインバーターの方ももちろん 10.9 ボルトに下がって、はい、そろそろ使えなくなりますよって、今度はインバーター側のですね低電圧方が働き出すと思います。まあ、もしくはこのバッテリーの方にも低電圧保護ついてますので、こっちで切られるっていう可能性もありますね。で、まあ、ここは 10.9 ボルトになったとしても、はい、こいつはですね、特にもともとオフにされているので、何も仕事はしないっていう状況ですね。じゃあ次、充電の時はどうなるかと言いますと、はい、今度はですね、インバーターの代わりに充電器を接続して、ここから
充電器の電圧、だいたい最初は 13.8V くらいですかね。それが流れていきますよと。で、切り替え機に行って、そのままバッテリー2の方に流れて充電されます。で、この時ですね、監視電圧も 13.8V っていう風に上がるんですけども、こいつは 14.3V 以上にならないとオンにしないので、まだこいつは動かないんですね。というわけで、この状態でどんどんバッテリー2の方が充電されていきます。で、時間が経ってですね、こいつのバッテリーが約 80% くらいまで充電されると、はい、ちょっとずつ充電電圧も上がっていきます。はい、で、大体ですね、100% くらい近くになりますと、14.3V くらいまで充電電圧上がります。で、そうするとですね、電圧監視をしていたこいつが、はい、14.3V 以上になるので、この制御信号をですね、オンに切り替えます。そうすると、この切り替え機がガチャンと切り替わって、今度はバッテリー1の方につながって、バッテリー1が充電を開始されるっていうような状況になります。で、バッテリー1が充電され始めると、はい、もちろんですね、こいつ空っぽの状態なので、充電器が判断して、13.8V ぐらいに落として充電を開始します。で、そうこうしているうちに、バッテリー1を満タンになって 14.3V になりましたよとなると、はい、電圧監視の方に 14.3V って来るんですけども、もともとここオンになってるので制御信号はそのままですと。そして 14.3V になりますと充電器が、はい、充電完了したっていうふうに判断して充電を終了します。で、これで充電は完了ですね。そしてまた次使うときは、はい、1ページ目に戻るんですけど、インバータで使い始めると、このバッテリー1から自動的に流れるような系統になっているので、これをずっと繰り返すことで、バッテリー1とバッテリー2を順番に使うっていうような形で、2つのバッテリーを1つのバッテリーと同じように使い続けることができるっていうことになりますね。で、最初の1発目だけこいつをオンにする必要があるんですけども、さっきの充電が完了した状態からであれば、これ最初からオンになってますので、もうですね、1回接続をしてしまえば、後から人間がどっかを切り替えスイッチを押すとか、そういう作業なしにですね、普通通りに充電器で充電してインバータで放電するっていう操作だけで、そのまま使い続けること可能です。では先ほどの原理通り動くのか実験してみたいと思います。で、バッテリーの代わりに安定化電源使うんですけど、2台必要なので追加でもう1台、こっちは昔私が自作した安定化電源ですね。ではこっちの新しい安定化電源をバッテリー1と命名して、古い方の安定化電源をバッテリー2と命名します。で、一応電圧が分かりやすいように電圧計も間に入れておきたいと思います。では配線接続していきますかね。はい、接続完了するとこんな感じですね。バッテリー1とバッテリー2がリレーにつながって切り替えれるようになっていて、リレーの出力側が電圧計につながるような形になってます。というわけで、この電圧計の電圧を見てれば切り替わった瞬間っていうのが分かりますね。はい、じゃあまずは電源をオンにしますかね。で、まずはバッテリー1の電圧を 13.6V にセットして、保護モジュールの電圧と出力側の電圧計もおおよそ似たような電圧になってますね。ではこの状態でバッテリー1の電圧を下げていきますと、あ、しまった、バッテリー2の電圧をもう少し上げときますかね。こっちも 13.6 にセットしておいて、で、引き続きバッテリー1の方の電圧を下げていきますと、で、バッテリー1の電圧に連動して
右の電圧計も数値も下がってるんですけど、はい、今カチッっていう音がして、右の電圧計の電圧が上がってバッテリー2から今出力されているってことになってます。あ、ちょっと自作の安定化電源の電圧表示があまり正確じゃないんでちょっと違ってますけども、間違いなくバッテリー2の方から今出力されてます。次は電圧が上がっていく方なんですけども、バッテリー1の電圧をこうやって上げていきますと、はい、また音がして、低電圧保護モジュールの LED も点灯しましたね。これで今バッテリー1からの電源供給に戻ってるって形になりますね。はい、というわけでこの実験から電圧の変動によってバッテリー1と2を切り替えるっていうのが実証できたんですけど、まあこの実験だけだとあんまりよくわからないので、やっぱ実際に物を作って現物で実験していますかね。はい、では早速バッテリーを使った本番品作成していきたいと思います。まずは低電圧保護モジュールの出力と5極リレーの駆動側の端子を接続していきます。はい、ちょっとぴったりはまるコネクタがなかったんでハンダ付けで接続してますけど、完成するとこんな感じですね。次は低電圧保護モジュールの入力側と5極リレーの出力側を接続します。まあここは大した電流流れないので細い線でも全然 OK ですね。はい、接続するとこんな感じで出力側とモジュールの入力側が接続されましたね。でこれこのまま基板プラプラ遊ばせとくのもあれなので、このヤモリグリップっていうテープで簡単にくっつけておきます。はい、というわけで2つがドッキングして1つになりましたね。で実際取り付ける必要部品ってこの2つだけなので、部品としてはこの時点でもう完成です。というわけで配線を接続するスキルがあれば簡単に作ることできます。はい、次はバッテリーと接続するための配線作っていきます。でこの黒いのは何かに付属していたマイナス用の配線なんですけど、ハチスケの KIV ケーブルを2本まとめて1つの端子にしています。で私も同じことしようと思ったんですけど、ちょっとちょうどいいサイズの端子が見つからなかったので、R8 の8っていう端子で1本ずつ取り付けていきます。で KIV ケーブル8スケアの1本の許容電流が約60アンペアってなってるので、100アンペア流そうと思うとこれ2本使わないと足りないっていう感じですね。では配線作っていきます。
はい、これで1本完成ですね。はい、というわけでこれをあと5本作成します。はい、これで全部完成ですかね。あれ、なんか1本長さ間違ってすげえ長くなってる。はい、次はさっき完成した切り替え装置本体をバッテリーに接続していきます。で、接続する場所は原理確認の時に説明した図と同じですね。ちなみにマイナス側は何も考えることなく全てのマイナスを決戦すれば OK です。で、最後にインバータつなぐんですけど、普通につなぐとバチッとなるんで、このセメント抵抗を使います。はい、というわけで完成するとこんな感じですね。ちょっと表からだとどう配線つながってるのか分かりにくいので、裏から見てみたいと思います。で、まず青いバッテリーのプラス端子から出た線が、はい、5極リレーの上側につながっていて、5極リレーのもう一方は、はい、白いバッテリーの方につながっています。それから5極リレーの出力側の線は、はい、ここをたどっていきますと、はい、インバーターにつながっています。そして切り替え装置周辺はどうなってるのかと言いますと、5極リレーを切り替えるための配線が、はい、
低電圧保護モジュールの出力側につながっていて、右側の電圧を監視する端子は、はい、5極リレーの出力側につながっています。ちょっと電流の関係で2本ずつ配線してるので、なんかいっぱい配線してるように見えますけども、接続方法としてはかなりシンプルですね。これで全て完成です。では実際の電気製品を使ってやってみましょう。で、使うのはこれ、小さいけどめっちゃ電気食う超小型セラミックファンヒーターですね。これをインバーターに接続しまして、で、今回空っぽになるまで待つと結構時間かかるので、 12.3V で右のバッテリーに切り替わるようにしておきます。ではこの状態でセラミックファンヒーターの電源をオンにします。で、今左側のバッテリーから電気が流されてるんですけど、本当は左と真ん中の電圧が同じにならないといけないんですけど、ちょっと誤差でかいな。で、消費電力はと言いますと、はい、約 630W 流れてるって感じですね。はい、ではこのまま時間置いて見ていきたいと思います。さすが磷酸鉄、なかなか下がってこないですね。はい、1時間半が経過してだいぶ下がってきたんですけど、はい、今右のバッテリーに切り替わって、真ん中の電圧計の電圧がアップしましたね。で、今右のバッテリーに切り替わってるはずなんですけど、分かりにくいので電流を測定してみたいと思います。本当に右側のバッテリーから流れているかなと。はい、電流計約 22A ってことになってますので、 500W くらい流れてるってことになってますね。で、左側の方を測ってみますと、はい、0.047 とかなので電流流れてませんね。というわけで、人間が何か特別な操作をしなくても電圧が減ってきたら左のバッテリーから右のバッテリーに切り替わるっていうのが確認できましたね。はい、では次は2台連続、順番に連続で充電できるのか実験してみたいと思います。で、使うのは市販の磷酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器ですね。これを5極端子の出力側イコールインバーターのプラスとマイナスのところに接続します。それでは充電器のコンセントを接続しますと、はい、少し待つとちょっとずつ消費電力が上がっていって、はい、充電が始まってますね。で、本体の方も赤いランプがついて充電中になってます。で、今約 300W ぐらいで充電してるって感じですかね。で、さっき放電した時は右のバッテリーから放電した状態で止めてあるので、右のバッテリーが今充電されてるはずですね。で、電圧計は 13.3V 流れてるってことになってるんですけども、電流計で配線を直接測ってみますと、はい、約 20A というわけで本当に 300W くらい流れてますね。で、もちろん左側のケーブルを測定してみると、はい、0.1 ということでほとんど流れてないですね。では右のバッテリーが満タンになったら本当に左のバッテリーに切り替わるのか時間を置いて見ていきましょう。で、今回もフル充電まで待ってると時間かかりそうでしたので、 13.7V になると切り替わるっていう風に設定しています。はい、少しずつ電圧が上がっていってますけども、もうちょいできそうですね。はい、今 LED が点灯して切り替わりました。はい、ではまた本当に電流が切り替わっているのかどうか配線を直接測定してみたいと思います。では右側のバッテリーですけども、はい、ほとんどゼロに近いのでこっちは流れてないですね。そして切り替わった左側を測ってみますと、はい、あ、こっちは 20A 近く流れてるので、左のバッテリーが充電されているってことになってますね。はい、というわけでバッテリーも片側が満タンになったら
自動的に切り替えて順番にもう片方充電できるっていうことが分かりました。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、5極リレーと低電圧保護モジュールを組み合わせるだけでメーカーの違うバッテリーを全自動で順番に充放電できることが分かりました。で、今回同じ容量のバッテリーで実験しましたけども、電圧が同じであればもちろん違う容量のバッテリーを接続しても OK です。で、今回は2台でしたけども、理論上は同じ装置を増設していけば何台接続しても順番に使っていけるはずですので、結構いっぱいバッテリー持ってるよっていう方にはいい使い方かもしれないです。で、こいつ放電時はバッテリー一つ一つ順番に使っていくことできるんですけど、充電時はそれぞれパラレルに個別に充電することもできます。例えばソーラーパネル 2K 持ってるとかいう場合であれば、個々のバッテリーに接続して同時に充電することできるんですね。で、この方法他にもいろいろ応用できそうな気がしますので、もうちょっといろいろ実験してみますかね。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それでは、ごっつチャンネル GT ワークでした。